見ましたよ、こんにちは。あの年収1400万で居眠りでしょ、うん、あれも困ったもんですね。いや、なんかいろいろと困ったもんですけども、あれじゃないですかね、なんかね、もったいないよ。ほんと一重にもったいないのは、誰を見ても才能にあふれてるし、かなりポテンシャルがあるなって私は感じるんですけども、本当に優秀な人揃いなんですよ、見れば見るほど。その県議会議員さんの居眠りしてる人もね、それから何ですか、まあ誰でもいいや、とにかく、うん、すごい能力持ってるなと思うんですけども、いかんせん誰もやってないんですよね。みんなすごいポテンシャル抱えてるのに誰もやってないから何も生まれてないですね。で、大した力を持っていなくても、やったということだけでものすごい力を持っていて、やってない人を追い抜けてしまうっていう、まあ、それが今はここに来てるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、吉谷さんも似たようなことを感じてると思いますけども、うん、まあ、バカだなと思うのは、その力使えばいいのにというところに尽きるんですよね、うん、なんかそのともったいないですね。誰を見てもなんかしょうもないことを一生懸命やってるわけですよ。しょうもないことね、一生懸命やって、まあそれが大事なことだと思ってるんで、もう本当にまあ救いがないなと思うんですけども、自分の能力をねしっかりと気づいて、それを使っていけばもう無敵であるはずなのに、なぜか一番得意なものは誰も使わないと。最も苦労したのものに、まあ、かなり心尽くしているというね。だから、ね、下手なことを自分のまあ、好きにしてしまうとね、ついてないですよね、それはね。自分の好きなことが自分の向いてないことというね、まあそんな人ばかりに見えるんですよね。だから、まあ、好きかどうか分かんないけども、適性の最も高いものをやって、でその後余裕ができたら好きなことやればいいのかなと思うんですけども、なんかね、難しいところに飛び込んでずっと闇雲で答えが出なくって疲弊していって、まあ、好きなことができなくって、ああなんか自分の人生好きなこと全然できなかったってなってるような気がするんですよね。なんか非常にもったいないというか、だから人の心を惑わすものって何かっていうと娯楽なんですよね。娯楽がね、あの GHQ のプログラムでもありましたけども、うん、なんかね、まあ、スポーツとかね、なんかありましたよね。 なんかこうエンターテインメントを流行らせて、それをどんどんテレビ、今だったらインターネットの中にどん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 放り込んでいって、そこに面白いやって気が取られているうちに、まあ、物事を進めようということなんだろうなと思うんです。だから、あの、なんていうかな、自分の能力を使い切っていくと、今度はエンターテインメントっていうかね、レジャーにかける時間がなくなってきますね。まあ、むしろそれをやらずに、まあ、目の前のビジネスしっかりとやっていくことが、まあ、あの喜びになっていくっていうかね、まあ、大した喜びじゃないですけど、ね、なんかね、なければないでいいんですけども、ただ、なんですかね、問題解決を提案できて、それを受け取ってもらったとき、そして入金がある、この流れっていうのは本当にいつやっても感動ですよね、うん、まあそう思いますね。どうなんですかね、やっぱり吉田さんも思わないですかね、なんかこう自分よりも才能のある人がワンサといるわけじゃないですか。それこそ100人にすれ違ったら100人とも自分よりも優れた素質を持っていると。でもその人たちやらないでしょ。で、得意でもないことをなんか一生懸命こだわってるんですよね、うん、なんかそんな図をかなり見てきて3000里でございます。まあこれからでもね、やれよってことですよね。いってらっしゃい。